それでは三重県から初の J リーグ加盟を目指す社会人サッカーチームビアティン三重を番組で応援するゴー J ビアティンのコーナーです。今日は在籍2年目のミッドフィルダー塩谷仁選手と、そして今シーズン加入した望月レオ選手にテレビ電話でご出演いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい。そして、ビアティン三重 U15 監督兼アカデミーダイレクターを務める樋口志郎さんと共にお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さて、早速ですけれども、塩谷さん、はい、新型コロナウイルスのこの影響で、選手の皆さん、自宅でのトレーニングを続けているというふうに聞きましたけれども、はい、塩谷さん、どんなトレーニングされてるんですか？家の中でできる、体幹トレーニングだったり、はい、ストレッチだとか、少し近くの公園に行って体を動かすっていうことをしてますね。トレーニングしながらの心境っていうのはどんなものですか？いつ始まってもいいような準備をもちろんしてますし、始まった時には、100% の力が出せるように準備しています。なるほど。そして、はい、今シーズン加入した望月レオ選手、望月選手、はい、今どんなトレーニングに励んでるんですか？そうですね、家でコアトレーニングだったりとか、はい、ボールの感覚を忘れないように家の中でもボール蹴ってます。望月選手は今シーズンから加入したということで、もういろんな複雑な思いがあるかと思うんですけれども、そのあたりいかがですか？そうですね、もう待ち遠しいですけど、はい、今はもうできる限りの準備をするだけだと思ってます。なるほどね。樋口さん、こうして選手たちはそれぞれできる準備を自宅でされているということなんですね。そうですね、今やれることをしっかりやると、もうそれしかないんですよね。もうそのシーズンが始まるその瞬間に合わせて、とにかくできることをやっていこうという状態に今あると。そうですね、コンディションを維持していこうということです ね。さあ、そして望月選手は初出演ということで、ここでプロフィールをご紹介いたします。望月選手、滋賀県のご出身でいらっしゃいます、安高校の出身です。3年生の時に全国高校サッカー選手権第91回2013年に開かれました、1回戦で青森山田高校に PK 戦の末敗れたという経験を持っています。この大会は四日市中央工業高校、当時3年生だったのが樋口さん、浅野拓磨選手だったんですね。そうですね。ね、はい。樋口先生、樋口さんもこの望月選手のことは知っていますか？そうですね、もう高校時代から有名な選手でしたし、うん、セゾン安高校と、はい、まさにテクニックの、王道を歩んできた選手ですね。そのあたりのこう、はい、個人技テクニックというところもビアティンでぜひとも見せてほしいところですよね。そうですね。さらに望月選手、高校時代ですね、17歳以下の日本代表に選ばれ U17 ワールドカップに出場してベスト8進出に貢献しているということです。2013年に安高校から名古屋グランパスに加入し、そしてレノファ山口を経て2017年に京都サンガ FC に完全移籍と、J リーグ通算で56試合2得点という成績を収めている望月選手です。望月さん、はい、ビアティン三重に移籍しようとそう思った決め手は何だったんですか？そうですね、山口の時に上野監督と一回やらせてもらってて、それで声をかけていただいて、うん、もう一回一緒にやりたいなというふうに思いました。そう思えたこう上野監督の魅力、上野監督のサッカーというのはどういったものだったんですか？すごい魅力的なアグレッシブなサッカーだなというふうに思ってます。樋口さんは改めて高校時代の望月さんをご存知で、ビアティンに来てどんなことを期待されてるんですか？そうですね、やっぱりもう個の能力が非常に高い、ボールをしっかり扱えてボールが収まりますので、はい、やっぱり中盤でその攻撃的な面でゲームをしっかりコントロールしてほしいなと、ゲームメイクっていう部分ですね、あとはチャンスメイクっていうところだと思います。まさにキーマンの一人になってきそうですね。そうですね、はい、望月選手ご自身はこれシーズン開幕したらこんなプレーをしたい、こんなプレーを見せてほしいというところありますか？そうですね、ゴールに直結するようなパスを出したいなって思ってます。まさに今樋口さんがおっしゃったように、そのゲームメイク、
チャンスを作っていくというところ、そこに大きな期待がかかる望月選手です。さあ一方で塩谷選手です、昨シーズン、はい、リーグ11ゴール天皇杯などでもゴールを決めて鮮烈なデビューということになりました。 JFL 選抜にも選ばれました。改めて昨シーズン振り返っていかがですか。はい、昨シーズン通してチームとしてはすごい悔しいシーズンだったんですけど、自分個人としてはJFL 選抜だったり、天皇杯だったりいい経験ができたなって思ってます。うん、その中で新シーズンを迎えようという時に新型コロナウイルス、この影響を受ける形となりました。今の心境の変化とか昨シーズンから何かあったりしますか。まあ、こういう状況なんで、まあ、逆にプラスに捉えて、自分たちは前向きにやっていけばいいかなと思ってます。うん、ユミさん、今塩谷さんがおっしゃったように選手それぞれがもうマイナスになるんではなくて前を向いていけるか、これがゴージェビア、ビアティにとったら新シーズンに向けて非常に重要になってくるかと思うんですけれども。そうですね、身体的なコンディションもですけどね、やっぱメンタル的なコンディションを維持していくっていう、はい、このモチベーションを維持していくというのは今非常に難しいんじゃないですかね、選手にとっては。ね、はい、こうなんとか乗り越えて、そして今日ご出演のこのお二方にもね大活躍するその姿を見せてほしいと思います。一旦 CM を挟んでこの後はミニコーナービアスマです。僕たちの未来に踏み出していくんだ。さて先月から始まったミニコーナービアスマ、選手たちにスマートフォンで練習の様子やオフの様子を撮影してもらい知られざる素顔に迫ります。他の選手たちはどのように過ごしているのかご覧ください。外出自粛中の今、僕はお家でハンドリングの練習をしています。この時間を有効に使ってさらにパワーアップして戻れるように、僕も頑張るので皆さんも、前向きに、頑張っていきましょう。コロナに負けるな。おビューティー。34番原口拓人です。今は自宅待機中なので、自宅で簡単に、肩甲骨周りをこのダンベルで鍛えてます。そのうちの一つがこれをしっかり肩甲骨を寄せるトレーニングです。皆さんも機会があればぜひやってください。今年からビアティメインに加入しました背番号2番大田久美です。今現在コロナウイルスの影響でチームの練習ができない中、このように家の中で日々トレーニングに励んでいます。リーグが再開した際には浅草でお待ちしておりますのでぜひ一緒に戦いましょう。小木野幸太です。僕は応援歌が好きなので YouTube でちゃんと音を流したりしながらトレーニングしています。こんな感じです。こんな感じです、今はコロナで大変な状況ですがみんなで乗り越えていきましょう。背番号25番の望月玲央です。自宅でいつも子供と一緒にトレーニングしてます。こんな感じで2人でいつもトレーニングしてます。どんな状況でも開幕に向けていい準備をしたいと思います。背番号8番澤田前です。まだまだコロナで大変な時期が続くと思いますが、皆さんしっかり予防して開幕戦を笑顔で迎えられるように頑張っていきましょう。最後にリフティングの技を披露します。
開幕遅れてますけど、また皆さんと会えるのを楽しみにします。今日は、子供たちとの散歩の様子を見てもらいたいと思います。どうぞ。こんな感じで、下り坂はダッシュ、上り坂は押してダッシュ、こんな感じの散歩をしてます。元気に皆さんとスタジアムで会えることを楽しみにしています。一緒に昇格しましょう。ディアティミエ背番号23番西村俊です。今日は僕のおうち時間を紹介したいと思います。僕のおうち時間はテニスボールを使っておうちボーリングです。今からあのペットボトルに向かって投げます。皆さんもステイホームして浅草で元気にお会いしましょう。バイバイ。背番号9番古川亮です。今日は第5つキッチンということで、カレーを作っていきたいと思います。ちなみにこんな感じでご飯作るときも音楽流しながらやってます。ちなみにこの曲は僕の好きなワンオクです。今全部切り終わりました。こんな感じですね。こんな感じうまくできたかな。美味しそうです。さあ、あとはこのうまそう、さっき入れたご飯に、カレーできたカレーをちょうどいい感じかな、入れてきて入れていきたいと思います。はい、という感じで第5つキッチン終了しました。ご飯はこんな感じです。写真どうぞ。皆さんもぜひステイホームして今できることをやりましょう。森西英二が紹介するおすすめ本ベスト3、第3位はこちら、メンタリスト大吾の後悔しない超選択術。人生を左右する選択は1日7時間あるんですって。選択をどうするかによってあなたの未来変わりますよって話から始まるんですけど、一瞬でねベストを見極めるようなメソッドを、紹介してくれてるので、これから僕はこれを役に立て前向きな方向にね選択できたらいいなと思いました。第2位はこちら、ザ・シークレット・ロンダンバー。本は、引き寄せの法則って聞いたことあると思うんですけど、自分の思考が具現化するよってことで、自分がポジティブに考えればその通りにもなるし、その逆もしっかりなんだよってことなんだけど、選択次第で未来が大きくなる、すごいそこを感じたので、前向きな人生を見たい方はぜひこれ読んでみてください。第1位がこちら、書斎の鍵、北川悦さん。こちらの本は僕が本を読むきっかけになった本なんですけども、素晴らしい人生を送るためには習慣が大事だよってこと、読書を心のお風呂っていう風に例えてるんですけど、このフレーズがすごい素敵だなと思って、本を読むねきっかけにしたいなって人はまずこの本から入ってみてください。以上、森進一でした。皆さんこんにちは、背番号4番ディフェンスのフレディ・マーキュリーです。今からカーフレイズというふくらはぎのトレーニングをビービルロックのリズムに合わせてやってみたいと思います。トレーニングを簡単に説明すると、このようにかかとを上げていきます。でリズムに合わせながら、こんな感じでやっていきたいと思います。ミュージックスタート。運動もしないと体も衰えるし心も不安定になるので、
簡単ですし、ぜひやってみてください。苦笑いのお二人ですけれども様々動画ご覧いただきましたけれどもね、まあ、最後のちょっと強烈な動画については後ほど感想を伺うとして、マリーさんいかがでしたか。いや、なんかおうち時間の筋トレとかがすごい参考になるのが多かったので、私もちょっと試そうかなと思いました、うん、ああね、うん、そうか、最後のフレディもフレディも一応そうですね、筋トレなので、みたいでしたね。はい、江口さんどんな印象を受けましたか。それぞれ工夫してねやっとんなっていうのと、まあ、意外な一面が見れて非常に面白いですね。娘さんとこう戯れたりしている様子とかっていうのはほっこりしますね。いやー、ほんと可愛いですね。ね、北野さんとかもね、あんなにこやかな表情になるんですね。そうですね、やっぱり ね子供本当にね、なんか幸せを感じますよ ね、さあ、お待たせしました、塩谷さん、はい、誰の動画が一番印象に残りましたでしょうか。いや、大悟のカレーとかもちょっと気になったんですけど、あれちょっと待ってください、あれ島谷さん、あれはあれ自分で作ったものだ、はい、ですか。カレー大悟が作ったらしいです。彼女とかじゃなくて、じゃなくて、でもテラ君の動画が一番面白かったですね。フレディ・マーキュリー、はい、もう本物でしたねあれは。樋口さん、もうまさにビアティンのアットホーム感の象徴的な動画でした ね。彼は本当は寡黙なんですけどね。前にミエライブ来ていただいた時ってそんな感じじゃなかったですよね。いやほとんど喋らなかったんじゃないですかね。ね、本当に。いや、マリンさん、はい、フレディ・マーキュリーの動画、もうマリンさんも食いつくように今見てましたけれども。いや、そうです、まさかの最後寺田選手の生歌が聞けると思ってなかったので、うん、なんかお得な気持ちになりました、ね、望月選手はいかがでしたか。そうですね、やっぱ寺君がなかなかああいうことをすること見たことないのでびっくりしました。やっぱ意外な一面なんですね。ところで望月さんの動画には非常に可愛らしいお子さんが映っていましたが、はい、お名前は何て言うんですか。ゆあって言います。ゆあちゃん、あれ今何歳なんですか。今1歳4ヶ月ぐらいですね。1歳4ヶ月、もうマリンさんとてつもなく可愛かったですね。もう可愛すぎましたね。一緒になんか多分筋トレをやってるつもりなんだと思うんですけど、うん、なんかもう寝転がってる感じがすごい可愛かったです、ね、うん、確かに。そうかそうか、ちょっと足を動かしてましたもんね。そうなんですよ、多分ゆあちゃんからしたら筋トレを一緒にやってると思うんですけど、望月さんやっぱそのあたりこう癒しになったりするんですか。そうですね、もう毎日癒されてますね。疲れたトレーニングで疲れた体のね癒しにもなっているというゆあちゃんですけれども、樋口さん、あとはこう足技を見せてくれている選手もいましたですね。そうですね、リフティングをねいろんな形でやってて、今アカデミーの方もねもう自粛で何もできませんのでね、はい、もうぜひああいう動画を見ながら子どもたちにチャレンジしてほしいなと思いますね。そうですね、はい、なお今回のビアスマも三重テレビ公式 YouTube で公開しますので、ぜひもう一度ご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではリーグの開催予定日のお知らせです。新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、リーグ戦は第15節までの中止が決まり、第16節から第30節まで1チーム当たり15試合を行う方針に変更されました。これによりビアティンの開幕戦は7月19日日曜日、ホームの朝日ガスエナジー東インスタジアムでテゲバジャーロ宮崎と対戦します。では最後に塩谷選手、望月選手に新シーズンに向けての意気込みを伺いたいと思います。塩谷さんからお願いします。はい、試合数は少なくなってしまったんですけど、僕らもいい準備をして、最高のパフォーマンスをして、一緒に J3 に昇格しましょう。はい、ありがとうございます。では望月さん、はい、J リーグ昇格っていうのにやっぱり全員で戦わないといけないと思うので、スタジアムにぜひ足を運んでもらって一緒に戦いましょう。はい、J 昇格にはこのお二方の活躍が絶対に欠かせません。今日は塩谷仁選手と今シーズン加入した望月レオ選手にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。